はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理近畿地方を回る1をお送りします。で、前回ね、中国四国地方が終わったので、ここから近畿地方スタートしていきます。で、今回は全部で穴埋めが11問で、都道府県はね2つ取り上げていきますので、まあ、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、1番の方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ近畿地方なんで新しい地図に変わってますが、まず全体的なね把握してほしいところから。で、山がちな北部ということで、北部の方はですね、ちょっと山がちなんです。まあ、山が多いと、山がちになっていて、その地域は冷涼、つまり涼しく、まあ涼しくて寒いってことね、冷涼な気候で、冬にはたくさんのホニャララが降ると。まあ、雪にね、あ、雪って言っちゃったよ。冬にね、降るものなので、まあ、雪です。なので、近畿地方も北部になると、すごく涼しくて、冬には雪が降ると。まあ、日本海側とかね。で、あとは、険しいホニャララ山地のそびえる南部は、温暖で雨がホニャララ。で、まずですね、まあ、いろいろ覚えてほしいのはあるんですが、一つ山地を覚えてください。で、この山地の名前が紀伊山地と言います。紀伊山地で、場所なんですけど、これざっくり言うとこの辺りにあります。この辺だ。今回取り上げる都道府県には入ってないんですが、あそこに紀伊山地がある。で、それの南部、まあ、こっちね、もう南、下側ねは、とても暖かいです。いい？暖かくて、そして雨が多い。そういう気候になっています。いいかな？で、まず一つ目、A の都道府県から行きましょう。ここからです。で、前回の中国四国がこっちになってます。いい？こっちから繋がってる。で、ここにまあ岡山があって、で、鳥取があるんですけど、それのこう右側とね、東側になるのが、まず一つ目。そこが兵庫県です。いいね、兵庫県。で、兵庫県と言われたら、まず一つの市の覚えてください。ホニャララ市です。で、これは日本の標準字である、ホニャララ系、ホニャララ度の経線が通る市がある。とても有名なね。で、まず、こっちから行こうか。これまあね、以前にも出てきてますけど、日本の標準字は、統計、135度です。これは必ず覚えましょう。統計135度。で、この経線が通る市の名前が、明石市と言うんですけど、漢字がね、明るい石です。これよく色の赤で間違う人がいます。ちょっと気をつけてね、明石市。明るい石で明石市。これが統計135度が通る線です。まあ、市だね。で、他にもですね、北部、まあ、北の方ね、こっちの方では、牛なんかのホニャララが盛んです。では、牛なんかのね、やつなので、畜産。まあ、こんなんも盛んです。兵庫に関しては。で、ちなみに明石市はですね、まあ、大体この辺にあります。この辺ね、これが明石市。で、こっちの、ね、島も色塗ってありますが、そこが淡路島で、これ徳島のね、あの動画の時にも説明しましたけど、ここも兵庫県になります。ではもう一個、B のね、都道府県行きましょう。で、ここちょっとごちゃごちゃしてますけど、兵庫の右下です、ここ。ここね、この B の都道府県が、大阪です。で、間違っても大阪県なんてしちゃダメだよ。大阪府ね。だから今回のこのシリーズでは初めてかな、県以外が出てくるのは。大阪府。で、まあ、府なんで、府庁所在地ですね。県庁所在地じゃなくて。で、府庁所在地であるホニャララ市、これは大阪は同じ大阪市です。で、大阪市、まあ大阪全体もそうですけど、ものすごく発展してます。あっちにも出てくるけど、商業の街なんでね、すごい発展してる。で、他にも例えば神戸市、これ兵庫です。兵庫の神戸市とか、あとで出てくる京都とか奈良なんかもすごく発展していて、人とか物なんかの移動で強いつながりを持ってます、この地域は。ね、こうね、発展してる地域がこう強いつながりを持ってる。で、この地域のことをホニャララという言い方があります。で、このね、言い方が大阪
大都市圏と言います。大阪大都市圏いいね、この地域のね、強いつながり、この地域を大阪大都市圏です。で、さっきも言ったように江戸時代なんかにはね、すごく大阪、今もそうですけど、商業の街として発達しました。で、その発達した要因はたくさんあります。あるんですけど、一つの要因として、例えば瀬戸内海、これですね、大阪ここにあるんで瀬戸内海がすぐありますとか、琵琶湖、これ後で出てきますけど、琵琶湖ですね、ここ日本で一番大きな湖です。で、このなんかのほにゃららを利用できたことが発展した要因の一つとなっています。で、これまあ水絡みなんで、両方ね、琵琶湖も瀬戸内海もね。で、これを水運って言います。だから、なんで発展できたんでしょうかみたいなことが、もし問題出てきたら、瀬戸内海とか琵琶湖の水運を利用できたからとか、そういう風に書いてください。まあ他にもあるんだけどね、要因はね。いいかな。では今回は社会の地、近畿地方丸1をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はこのシリーズが続いていきますので、近畿地方丸2、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。こんにちは、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。